よくこういうふうなことを話すと差別だ差別だって言うんですけど、違います。差別なしでは無理で、一回人間差別してその差別相対化しないと、その通りです。差別から卒業できないんですよね。だからそれを隠蔽することによって、はい、そういう利権団体がずっと力を持ってきた、うん、わけだから、こういうことは明るく楽しくね、楽しくかどうか分かりませんけど、謝りながらですね、途中で謝りながら、すみません話した方がいいんですよ。僕もだからそうですね、社会人になってしばらくまで尼崎出身ということを結構ね黙ってて、いや僕もやっぱ尼崎出身で言われたらインパクトありましたそれも尼崎出身で言わなくて最初に尼って言ったじゃないですか。尼崎は尼って言われたら怖いですよ。尼ですよね。尼ですよ、うん、いやいや僕ね、なんでその灘中学に行ったかというと、はい、別にそこはその東大にその大学行く学校につながったなんて考えてもしなかった、はい、ただこのまま地元の中学に行くと殺されるかもしれないというあリアル神崎川に浮いてるかも分かんない。そう今の話、今の神崎川に云々は全然知らならなくて、はいねはい、僕の行っていた行くはずだった中学の先輩におられたのが、はい、この間尼崎で何人も殺してしまったあの、はい、おばあさんですよ。はい、で、あの娘たちも全部そこの、はい、もうほとんど学年変わんない、あれですから、はい、もう生き延びるのに必死でしたねだって俺子供の頃大和川行ったら橋の下で牛の皮剥いてましたもん、ね、まだこれやってたんだだってそれ見たんだもん、しょうがねえじゃんそれがわずかその大阪万博来るぐらいで一斉になくなって、デオロダランとか町がされちゃったんですよね。だそれはいいことなのか悪いことなのかっていう話で、うん、だから本当にあれですね、マージナルですよね、その大阪の中の、はい、周辺で、はい、しかも川の横でしょ、はい、そうです、同じですよね。僕も大阪のマージナルの尼崎の、はい、まさに神崎川の川の横なんで、はい、そういうところで、それから内田達夫先生が辺境論書いてますけれども、はいはい、そういうところに育ったり考えたりする人間っていうのは、うん、ちょっと面白いのかもしれない。そうですね。いや、なんとか子供の方がそういうものをずっと、いや、だから今ね、そういうのがどこにあるのか、その今の辺境って多分僕らから見えにくいところにあるんでしょうね、うんうんうん、ヤンキーでもなければオタクでもない人たちは今どこへ追い込まれてるんだろうか、ね、ヤンキーは昔割と辺境にいたから、はい、とんがってたんですけども、うん、今真ん中に来ちゃったからマイルドヤンキーって言われてるんですけど、ね、マイルドヤンキーマイルドヤンキーっていうのは本当にひどい言葉ですよねヤンキーマイルドセブンに匹敵する悪口ですよねマイルドヤンキーのプライドどこにあるんだみたいなね本当に、うん、そうです。オタクが萌えオタになっちゃったのと同じように、うん、ヤンキーがマイルドヤンキーになっちゃったので、その両方とも中央に出てこれるようになっちゃったの、いわゆる舞台の真ん中持ってきても大丈夫です、はいはい、じゃあ今のその辺境ですよね、その尼的な部分であるとか、もしくは文化的にちょっとこいつ真ん中に出せないんじゃないのかっていうやつはどこにいるんでしょうね。今ね、日本全体がね、うん、再び辺境になってたって非常に面白いと思うんですよ。今までは、うん、連合国と手をつないで、うんうん、結局あの世界の中の真ん中でアメリカと一緒に、うん、アメリカのケツにぶら下がっていたのが、はいはい、最近また中国や韓国にこう言われ、うん、アメリカのオバマっていうちょっと頭のおかしい大統領にもああいうふうに言われ、うんうんね、また来年の何かというと上に悪口つけないと何も言えないんですか来年 の大東亜戦争終結70周年に向けて、はい、すごく日本がまた辺境化されてるんです、うん、でナチスと同列に論じられたりとか、ね、非常にこれはね危険なことなんですよね、うん、危険というか別にそれの渦中の栗を拾っても俺は構わないと思うんだけど、うん、それの覚悟がないとやっていけないと。春日さんが見たらその今日のメルマガとかでも書いておられることというのは、うん、日本が世界の辺境に今教えられていることにあなた気がついてますかということなんですね。気がついてますかということなんですよ、はいはいはい、そのアンネの日記がそこら中の図書館で、うんうん、そんな 何十箇所というところでいきなり破られるなんてことは、うん、破壊工作以外は何でもないじゃないですか、うんうん、誰かが全部それやって歩いたらそんなことないわけだけど、はいはいはい、でもそれに気がつかないというのがまさに平和ボケなんですよ、うんうんうん、で平和ボケをずっとしていて結局はあの戦争に引き込まれていたのは戦前の日本ですから、うんうん、それはね気がつかなきゃいけないと思うし、それがまあ我々の世代の少しこうやって言論の世界で喋ってる人間の一つの義務だと思いますよね。僕さっき話しててちょっと話しながら思ったのとでコメントにも出たんですけども、今の辺境って、日本のです中の辺境って、うん、無差別殺人するやつらはそこにいると思うんですよ。その通りです、はい、つまり冷凍食品に毒入れたり殺すのを考えて車で突っ込んでったりする人らってセグメント化されてないですよね、うん、どこのトライブに属するのか分かんなくて、うん、なんか急に出てきて怖いようなあるんですけども、マイルドヤンキーとかオタクみたいな名前が付けられてない層が実はすでに僕らの中にいて
マイルドヤンキーオタクっていうのは非常に組織化されていて、はい、あのもうマーケティング対象にもなってるし、だから、 さんがだから今、うん、一般大衆をマイルドヤンキーとオタクって言ってるだけなんですよね。あの庶民のことなんですよ。